ようございます。9時半から始めますんで、もう少々お待ちください。先日はありがとうございました。こちらこそ。では、おはようございます。梅田茶屋町店の佐藤です。今、9時半、開店前の梅田茶屋町店から、放送しております。で、今日何するかっていうと、店舗来ていただいた方、ちょっとわかるかもしれないんですけど、入り口近くにこういう感じでヴィンテージ商品っていうのを実は展開してるんですね。感じで、っていうのがあまり店舗に来ていただいた方以外見たことないやっていう方も多いと思うので、その中から今日ちょっと2本ぐらい2種類計5本ぐらい、あ、挨拶したので離脱、また IGTV 残しときますので、よかったらチェックしてください、みたいな感じの商品がいろいろあるんですが、その中から、ちょっと個人的にこの辺どうっていうのを紹介したいと思いますね。初めて知りました。店舗行ってたのに見てなかったなんですよ。で、ちょっと実験的に手書きパワーポイント的なものを使って説明していきます。その前にヴィンテージ商品ってどういう商品みたいなところもちょっと説明しておきます。別にうちの店舗がこうお客さんから買い取りしてるわけではなくて、この例えば残念ながら潰れちゃった、お店であったりとか、そういうお店が畳んじゃった時に、仲介の業者がそこで買い取ったものを長澤さんどうですかみたいな感じでご紹介いただいたのを、仕入れて販売したり、何年か前には実際に海外のペンショーとかに買い付けに行ったその商品が、今並んでいるっていうような状況もあります。なので、誰かが使っていた商品っていうよりかは、新古品とか結構状態のいい商品が多いので、まあぜひ実際に見ていただいて商品のコンディションどれぐらいなのっていうのは見ていただいた方がいいかなとは思うんですけど、今日は画面で伝わる限りちょっとやってみようかなと思います。で、1品目ですね。パイロットコクーン、何を最初から定番商品出してんのっていうような感じなんですけど、ちゃんとね、そうですね、海外版です。そうです、ご縁があった良いものですね。いい言い方です。パイロットコクーンというと、これは実際、店舗で定番商品として売ってる日本版の商品ですね。コクーン、2012年の秋に発売されてます。で、現在も定番商品と販売中、初めて万年筆を使う方にも人気のモデルで、対応のコンバーターっていうのは、コイン40、小さいタイプですねを
冊子がいいですね。メトロポリタンっていう名前がもう出てきてますね。で、この海外版が今回3本並んでます。まあ、右2本に関しては明らかにちょっと日本仕様と違うなっていう商品で、こっちの商品に関しては完全に、まあ、キャップした状態だと、ね、普通に日本で流通してるのとあんま変わんないなっていう感じ。全部商品ね、パイロットジャパンの表記になってます。海外版だからこのジャパンが変わるってことはないです。さあ、で、今回紹介する商品のポイントは、ペン先刻印と同軸のデザインです。どう違うのか。ペン先刻印、はい、ちゃんと後で写すんでね、あれですけど、日本版レーザー刻印でドットから点点点点って感じですね。で、海外版、海外版は、今回紹介するのはちょっと細長いブロック柄。ちょっとね、これ言葉で言い表しにくかったんで即写します。まず日本で手に入るバージョンはこちらね、ドット柄点点点点ですね。に対して今回紹介している海外版ペン先はなんて表したらいいのか分かんないですけどね、細長いこの長方形がずらっと並んでるような商品です。見比べると結構印象変わりますよね。でさっきコメントにもあったんですけど、海外の呼び名は国運ではないです。メトロポリタンっていう名前なんですね。メトロポリタンの万年筆っていうとウォーターマンのメトロポリタンエッセンシャルとかメトロポリタンデラックスとか、同名の万年筆も思い浮かぶ方いらっしゃると思いますが、今回紹介している国運海外版はメトロポリタン。でですね、1ページ目でコンバーター40が対応ですよとは言ったんですが、今回紹介する3本すべてこのコンバーターが懐かしいですよね。20のタイプでなぜかゴムサックむき出しっていう、日本ではあったのかな。日本だとここまで全部帽子かぶったような感じでゴムサックがあまり見えるタイプの商品じゃなかったんですけど、この見えるタイプのコンバーターが付属になってます。ちゃんと生きてますね、ゴムも。でですね、さっき3本まとめて出したときに一番左はまあまあ言ってもペン先の刻印の違いだけです。で右側2本もう一度写しますが、この子たちですね、子たちに関してはこのやっぱり首軸周りのこのデザインちょっとやっぱ見慣れない商品ですよね。メトロポリタンアニマルシリーズみたいな名前で出てる商品で、はい、同軸デザイン、こっちがパイソン柄です。いわゆるこういうニシキヘビみたいな網目みたいなヘビの柄ですね。でもう1本2本目がリザードです。これはねちょっと光に当てないと分かりにくいかな。これがリザードで、海外版のホームページとか見ていただくと、
クロコダイルとか、あとはタイガー、あと何だかな、あとヒョウ、レオパードとか、そういうのがアニマルシリーズとして販売されてます。で、まあそれも気になったら見ていただいたらいいかなと思うんですけど、アニマルバージョンとレトロポップ、レトロポップコレクションっていうシリーズもあります。で、今回販売品ではないんですけど、レトロポップ柄を個人的に所有してたので、どんなもんかっていうのをちょっと紹介しますね。とある筋で手に入れた、ちょっとね、この柄でかなり確かにレトロポップっていうかわいい感じですね。で、もちろんペン先こんな感じで、海外では定番っぽいんで、全然個人輸入してもいいかもしれないですよね。こういう説明書、これもちょっとごめんなさい、僕の個人所有のものになっちゃうんですけど、海外版説明書みたいな感じですね。メトロポリタンだけの専用説明書みたいな感じで、アニマルコレクションの表示が入ってますね。クロコダイル、パイソン、レオパード、リザード、ホワイトタイガーで、向こうの展開は万年筆、ボールペン、シャープペンシルに加えてローラーボールも、キャップ式水性ボールペンも販売されているという感じです。なかなかね、日本ではローラーボール見ることはないですけど、気になったらそういう実際よく知ってる日本のメーカーでも海外版っていう感じでちょっと仕様が違うものもあったりします。ホワイトタイガーもかっこよさそう。そうっすよね、アニマルプリントってなんか良さそうな気がするんですけどね。あ、イラストへのお褒めの言葉、すごく嬉しいですね。ありがとうございますっていうような3本がちょっと一味違いますよっていうのが3本ヴィンテージコーナーに並んでおります。商品で12本、まあまあですね。では2品目、2品目はちゃんと、あ、そういえばちょっと前にこの青いインクが気になるみたいなコメントが先に説明しておきますと、これ、あれです、セーラー万年筆の青木です。セーラー万年筆の青木をツイスビーエコの、スタブ 1.1 で書いてます。で、本文の方は何で書いたかな、確か入れた記憶があるのは北のヴィンテージセピア、間違ってたらすいません。ということで2品目いきます。はい、あ、ちなみに紙は M6 サイズです。システム手帳ですね。はい、プラチナ万年筆のショートタイプ万年筆ポケットですね。現行のポケットサイズの万年筆っていうとね、エリート 95S、 これもなかなかいいペンですが、今回はこちらパイロットのショートではなくてプラチナショートサイズを紹介させていただきます。はい、こちらが
中字かっこいいですよね。ここ象眼が入って。でこちらちょっと珍しいです。18金のミュージック、で状態としてはパッと見綺麗なんですけど、本来、このちょっと今光に当ててうっすら分かるかもしれませんが、この18金のマークと、プラチナロゴ、ここに金箔が入ってるんですが、もうちょっとそれが取れちゃってますね。これがうっすらちょっと名残があるような感じですね。はい。で、現在は生産されていないプラチナ万年筆のショートサイズ万年筆で、18金ペン先の柔らかさ、まあ、柔らかさももちろん体感できるんですが、そんなにめちゃくちゃしなると思わない方がいいです。まあ、しっかりした中に少しこの濃淡がつけれる程度の柔らかさが感じていただけるかなと思います。で、今回の商品のポイントは、年代の違いが分かるロゴマークっていうところですね。この商品自体2本とも、ロゴマークは一緒なんですが、生産された時期とこのロゴマークの違いで、これよりももうちょっと、昔の世代のペンなんかを見つけることができるかもしれませんというところですね。はい、年代の違いが分かるロゴマーク、標語みたいですけどね。ちょっとプラチナ万年筆の歴史を追いながら見ていくと、今後皆さんが何でしょう、こういうヴィンテージ商品に興味を持った時に、あ、これちょっと古いなとか、こんな時代のやつなんやっていうのが分かるかもしれませんね。1919年創業です。なので、2年前の2019年に100周年を迎えて、限定万年筆など、販売されておりましたね。でその頃に、公式ホームページ、プラチナさんの、ホームページでも、100年の足跡みたいな、ページが、皆さん見れるようになっているので、まあ、その辺も一緒に見ていただくと、こんな商品出てたんやとか、あ、こんなん欲しいなっていうのが出てくるかもしれません。この間いろいろあるんですけど、このロゴマークにちょっと特化した感じでいきます。あとはこの今回商品紹介している商品ですねに特化した感じの説明でいきます。1919年創業、その9年後ですねにプラチナ万年筆の商標と、地球マークの、トレードマークを発表しています。地球マークってどんなのっていうんで、まあ、ちょっとね今回紹介している商品とはまた別の商品になるんですけど、プラチナ万年筆、これですね、この地球丸いマークとこの S 星 N、 もちろん中のペン先もピント合え、はい、こんな感じですね。プラス S 星 N の表記です。でこの地球マークの1928年発表の、地球マークのロゴマークで、長らくずっと続いていきます。地球マークすごい食いつきありますね。で、その後62年ペン先の横ずれを防止する五角絞りのペン先をつけたプラチナ18発売。五角絞りって何っていう方も多いと思います。まあこのイラストで描いたような五角形のペン先ですね。今回は、紹介しているのも五角絞りです。
で、これも、オフィシャルのページに載っていますが、五角絞り誕生秘話みたいなところで、この頃から横書き文化がすごく流行って、流行ってというか主流になってきたような文化の、変化もあって、この横ずれに強い、この前の時代のペン先っていうのは、ちょっと丸い指の爪みたいなニブなんですね。さっきの商品なんかは五角絞り、これも五角になってるな。ちょっとごめんなさいね、手元にいい素材がちょっとなかったのですぐにはできませんが、本当に指のこの爪みたいな丸いニブで、角がないようなですね。そこからこうガシッとペンの横に、サイド、ここですね、ここにホールドがついたようなペン先の形になります。ということで、こう横向きに書いていってもペン先がこうずれない。丸いとどうしても強い筆圧で書いた時にペン芯とペンプレートがグッとずれたりするんですけど、それがなくなりますっていうところで、五角絞りのペン先が開発されました。で、その6年後、68年にこのプラチナポケットっていうシリーズが販売になります。で、68年の翌年、1969年にトレードマークがこの T のマークに変更になるんですね。もう今プラチナのマークってなったらこっちの方が思い浮かぶ方多いと思います。あ、地球マークの子も販売していく予定です。ちょっと今メンテナンス中なのでまだ値段はつけていませんが、気になったらまた声かけてください。なのでこの1年間の間とかに、販売されているプラチナポケットのシリーズは地球マークでこのプラチナポケットっていうものも存在します。生産期間的には短いんじゃないかなと思うので、見つけたら押さえておいた方がいいかもですね。そして使ってあげてください。みたいな感じで年表みたいな歴史的な話にはなりましたが、こういう商品もね、商品1本からいろいろ想像が膨らんだりとか、本来ね完全に分解して、ペン先の裏側とかの刻印を見れば実際にどの年代に作られたっていうのは分かったりもするんですが、ちょっとそれはもっともっとコアですし時間もかかるので、今日はこの辺のさらっとした感じで、なので T マークの、ショートサイズの万年筆なので、おそらくまあ70年代に入ってからの商品ではないかというような冊子ですね、になります。さあ10時まであと7分ですね。今日紹介したのはもちろん、1本ずつしかないので、まあ、気になったら、メールがいいかな、メールを頂戴しましたら配送等もしますので、ぜひぜひ使ってみてください。今回試験的にちょっとやってみたんですけど、なんとなく反応が良ければまた来週あたりもやってみようかなと思います。店頭にね並んでるのちょっと今こんな感じの商品ではあるんですが、まだまだ、もちろん三宮のねペンスタイル店にも同じようなコーナーがありますので、ぜひぜひそちらもチェックしてみてください。あ、続編希望の声ありがとうございます。あ、面白かったです、良かったです。
あ、今回のスタイル面白いです、ありがとうございます。準備した甲斐がありました。ちなみに冒頭映してたカスタム67っていう商品、これもまた来週残ってたら説明してみましょうか。ちなみにシャープペンシルです。 0.5mm。現行の74と違ってちょっと控えめなリングが可愛らしいですね。これは完全新興品なので当時ロゴとかもあります。あ、しまった。このカスタムの G がすごく僕は好きですね。そうですね、67、万年筆ファン多いですね。なかなかこういう売り場には並んでるところを見ないですね。さあ、じゃあそろそろちょっと早いですが終わりにしましょうかね。今回はちょっとヴィンテージって言われるとどうしてもモンブランとかペリカンのイメージが強かったかもしれないので国産に特化してみましたが、次はちょっとペリカンとかね、他のメーカーもやっていこうかなと思います。それでは皆さん良い土曜日をお過ごしください。さようなら。